お前がやったんだろ、ハケ。やってない、あいつがやったんだ。いや、お前はこれから吐くことになるぞ。質問です。やめろ。なぜ名前を繁盛にした？犯罪上等だからだ。あなたにとって最高のゲームはスプラトゥーンですね。はい。一番好きなゲームキャラクターは？スプラトゥーンのボーイとガールです。何をやってる時が一番幸せ？一番好きなカードレッドブルと一緒に飲むことです。カードは飲まないですよね。あ、カードも飲みます。カードショップの経営はぶっちゃけどう？借金まみれ。今欲しいものは何？カオスソルジャーの9億6000万のカードです。10年後は何をしてると思う？借金が5億になっているか、資産が1億かです。今後の夢は何？ YouTuber だけのビルで繁盛のカードショップやることです。今持ってない新しいスキル何が欲しい？何でもカードを生み出す力です。すげえことだ。配信者をやっていなかったら？とんでもない悪党か、とんでもないいいやつか、ドミノピザの社員です。さあ始まりました、レッドブルエニシ。今日は僕が繁盛をぐいぐい掘り下げて、おマントルまで、マントルまで掘り下げますよ。下手くそか、お前。行ってみましょう。2015年にニコニコ動画でゲーム実況者デビュー、はい、デビューしましたね、はい、スプラトゥーン実況で一躍有名実況者に。確かなプレイスキルと軽快なトークで少々魅了しております。一切間違っていません。なんか合ってるんで、なんか腹立つのは何でしょうね。これ、まあ繁盛ね、やっぱぶっ飛んでますからね。いやでもね、俺全然なんだよ、うん、え、全然普通だよ。いや、お前ぶっ飛んでるよ。言えないエピソードいっぱいある。お前の言えないエピソード。名前の由来、なぜ繁盛という名前にしたのか。はい、これさっき犯罪上等って答えたんですけど、はい、実はね、はい、一回も答えたことないんですけど、うん、実は理由あるんですよ。理由あるんだ。小学生の時ディメンションゼロっていうカードゲームやって、うんうん、それでますます繁盛っていう、うん、僕の大好きなカードがあるんですけど、うんうん、そっから取ってます、ね。あ、そうなんだ。はい、僕ますます繁盛ドットなんとか JP みたいな感じで、うん、メアドも作るぐらい、うん、あ、そうなんだ。小学生の時好きだったんで、うん、それでますます繁盛から繁盛で取ったんですよ。なんか商売繁盛みたいな、いい意味だ、ね、そこからちゃんと取ってるんで、うん、いい意味。犯罪上等ではないと、はい、ちゃんと犯罪上等じゃないです。ちゃんと繁盛、商売繁盛、はい、ちゃんとしてます。はい、はい、意外でした。意外ですよね。言ったことなかったんで、うん、はい。繁盛さんにとって最高のゲームはもちろんスプラトゥーンですよね。スプラトゥーンです。その通りですよね、はい、スプラトゥーンしかありえない。なんかもうめちゃくちゃやってるよね。やってる。何時間ぐらいやってる？大体1万5000時間ぐらい。1万5000はスプラの配信もう毎日のようにやってますけど、はい、そうですね。配信者になろうと思ったきっかけってあったりするんですか？これ2つあって、はい、まず生配信をするきっかけになったのと、はい、動画投稿をするきっかけになったのっていうのがあって、はい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 、生配信に関しては単純に僕ちょっとその時から多少うまかったんですよ、はいはいはい、なんで配信してくれっていう、実際にプレイを見せてくれっていう視聴者の声、はい、視聴者というかその一緒にゲームやってた仲間から、お前それ配信した方がいい、うまいからみたいな感じで配信をまず始めたんで、動画投稿は、うん、まあ、最初声なしでやってたんですけど、うんうん、肉声を載せた動画を上げた理由は、うん、単純なんか MKR っていう友達がいるんですけど、僕そいつ好きだったんで見てたんですけど、うん、そいつがね、実況者限定でプラベやるから、うんうん、実況者の人は連絡くださいみたいな感じ来たんですよ、はい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 、で俺でも実況者じゃないじゃないですか。声なしの動画を投稿してたわけだからね。でプラス生配信者なんで、うん、あ、じゃあ実況動画を1本出せば、うん、実況者になれると思って1本出して、はいはいはい、それでプラベに参加するようになったっていうきっかけですかね。なるほど。なんかなりたくて最初からなったわけではない、はい、って感じなんですね。そいつのプラベに参加したいから、一緒に遊びたいから、はいはい、それを追加したと。それが今こんなに急成長したってわけですね。うまいこといきましたね、はい、意外だった。そういうことです、はい。
何やってる時が一番幸せなんですか？さっきはカード飲み込むとか言ってましたけど、僕はね、あのカードをコレクションしてるんで、はいはいはい、それをね、やっぱ見てる時が、はい、あの一番幸せなんです。あ、自分の集めたカードだったり、はい、しかもそう、僕が小学生の時に集めたカードとかを見るのが一番いいんですよ、はい、なんか脳科学みたいなやつで、うん、やっぱ一番昔に浸るのが一番ストレスなくなるらしいんですよね、はいはいはい、あの金銭感覚も戻るらしいですよ。いや、そうなんですね、はい、そういったものを見てずっとそれを見るようにしてます。いや、でも僕も同じ繁盛さんと同じ趣味があるんで、はいはい、カードの趣味あるんですごい気持ちが分かります。分かるでしょ。めちゃくちゃ分かります。それでリフレッシュになるんですよ。なりますね。で、金銭感覚戻るって言ったんで、はい、その昔のやつも結構見てるんですけど、はい、昔のやつってカード高いじゃないですか、はいはいはい、それが欲しくなって結局散財するっていう。いや、めちゃくちゃ分かります、はい、多分その心理学間違ってるんですよね、はい。今カードショップ開かれましたけど、はいはい、なんか小さい頃から夢だったとかあったんですか？これね、僕ね、あの結構勢いでカードショップやったんですよ。もうやりてやりてってなっちゃって。そうですよね、僕びっくりしましたもん。3ヶ月ぐらいのスパンで始めたんですけど、はい、僕小学生の時、あの母親が聞いたんですけど、はい、あんた昔の夢覚えたんだねって言われて、はい、え、何って言ったら、小学生の時からずっとカードショップやりたいって言ってたんで、言ってたんで、それ聞いた時にちょっと感動しちゃって本当に、あ、ほんまかいな、俺って本当にいいやつなんだなって思って本当でもそれも、あ、もう、ありがとう、いい話になってしまいました。すいません、えにし、すごいいい話で、もう受け取るんだったらこれ全部嘘ですって言いたいんですけど、ちゃんとマジでよかった。あ、マジなんだね。小学生の頃からずっとカードショップ通ってて、うん、なんかなんかみんな喜んでるんですよ、うん、お客さんが笑ってて、うん、そういったものを俺も作りたいなっていう、そういうのはやっぱ、そう、なんだろう、クリエイター気質だよね。そうだよね。笑ってるところ見てさ、その場を作りたいっていうのがさ、結構そこはあったのかなっていう感じでしたね、うん、いや、俺も近くで見てて本当に繁盛楽しそうだと思う。そうなんですよ、うん、お客さん一人一人と全力で向き合って、うん、はい、あのそれを8時間ぶっ通しやると喉が潰れて配信ができないっていうあのちょっとね、良くない状況ではあるんですけども、はい、今生きてて一番楽しい、はい、応援しております。今が一番楽しいですね、はい、はい、よかったです。10年後自分何してると思いますか？なんだろうね、配信者としては、うん、まだずっと続けてると思うんで、うん、10年後はまあ後輩とかを連れて、おーおー、なんかいっぱい配信してるのかなっていう。おー、いいね、はい、今僕スプラトゥーンっていうゲームやってるんですけど、うん、大体中学生とか高校生が強いゲームなんで、はい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 、だからあいつらご飯食べてる時に俺を呼んで、はいはい、あの繁盛さん会計だけして帰っていいよみたいな感じなんで、まあ、そんな感じが多分またさらにそういう感じないと思いますよ。カードショップに関してはなんか YouTuber だけのビルを借りて、うん、もうどの階にも YouTuber を経営してショップがあるみたいな感じにやって、まあ、そこの中でカードショップやりたいなって、その夢がありますね。じゃあ5階からさ10階まで俺にくれよ全部。ふざけんなお前自分で借りろお前配信者やってなかったら今頃何してると思いますか？俺もね、答えたんですけど、とんでもない悪党か、はい、とんでもないあの善人か、はい、まあ、ドミノピザの社員かっていう、はい、タクなんですけど、ドミノピザの社員は単純に朝の9時ぐらいから、はい、深夜の1時まで働いたんですよ。おーおー、めっちゃ働いてますね。あのそれぐらい働いてて、はい、で、あのそっからあの配信して、はいはい、まあ、4時間とか5時間ぐらい配信して、はい、あの2時間とか3時間しか寝なくて、はい、また働くみたいな感じ。倒れますよ、大丈夫ですか？で、あの社員をずっと誘われてたんですけど、はいはい、そこでちょっとだけお金をもらえになったんで、はいはい、あのじゃあこっちでワンチャンやってみようかなっていう感じに決断したんで、多分配信者やってなかったら確実に社員になったかな。ドミノピザ、はい、なんで悪党か善人かっていうタクが出したっていうことね、はい、あの単純にその、はい、僕のじいちゃんが占い師なんですよ、はい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 、で占い師でなんか僕が生まれた年と、はい、あの月と日にちで、はい、あの占えるらしくて、はい、であんたはねとんでもない悪党になるかとんでもないいい人から2択しかないよって言われてそうなんですよ、はいはいはい、なんでそれであの周りの人間とかにも影響されるっぽくて、はいはいはい、だから俺はそのアイゴリとか、はいはい、そのドリッピーとかみんな仲間がいるじゃないですか、はいはい、僕の先輩とかもいるんで、はいはい、そいつらがいい人だから、はいはいはい、いい人になったんですよ。たまたま光属性の繁盛で来れたと。闇属性だったらやばい漫画みたいな感じになってた可能性もあると言ってました。はいはいはい、よかったです、はい、僕あの身内にとっても優しいんですけど、めちゃくちゃ身内に優しいです。実は身内優しいんですよ。本当に優しいです、はい、身内に。でも外部に対してはあの、はい、鬼になる時もあるんで、はい、それ悪の一面ってことですよね、はい、多分そうなんです、うん、それがもしその身内には多分優しいままだと思うんですけど、はい、外部に対しての、はい、その敵が、あの膨れ上がった時はもう多分怪物が出来上がった、はい、では私が繁盛さんに抱いた今日の感想こちらです。天下無双天下無双です。どういうことですか？やっぱりなんだろう、自由にやっ
って、はい、好きなことやって、うん、あのずっと夢だったカードショップも確かに、ね、回転させて成功させて確かにあのちゃんと闇に行くか光に行くかみたいな話も、うん、ちゃんと光のサイドに来れたということ で、ね、やっぱり繁盛さんが一番強い人間なんじゃないかと、うん、か私思いまして、はい、天下無双ありがとうございます繁盛さんにもうできないことはない、はい、お前こそが最強となれありがとうございます繁盛よかったな本当によかったこれ天下無双が借金も明日消えてるよな消えてますもちろんですもっと借金しろありがとうございます大丈夫進んで借金してありがとうございますありがとうじゃあお前に借りた金も全部返さないからなそれは返して天下無俺は天下無双だ返して、はい、それだけを返してください、はい、本当にモテないダメでしょレッドブルで言っちゃそんなことPPP だよもう